皆様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。今日8月3日、今日はソーシャルメディア TV スキル編をお送りいたします。今日のテーマですけれども、 Facebook の地味だけど奥深い機能、レビュー機能ってあるんですけれども、皆様お使いになったことありますか？あまり目立たないし、どこに一体ボタンがあるのかも気がつかないような機能なんですけれども、これね、とってもね、使い方によっては、本当に便利でお役に立てる機能なんですね。今日はこの Facebook のレビュー機能について解説をしていきたいと思います。それでは見やすいように今日もね、ちょっとカーソルの領域を狭めてお送りしていきます。はい。今見ていただいているのが私の Facebook のですね、個人ページなんですけれども、そもそもレビュー機能ってどこにあるかって、ね、気がつかなかったりするんですよね。はい。どこにあるかというとですね、ここなんですね。はい。その他のボタンの中に、普段あまり使わない機能があるんですね。で、この意外と隠れボタンみたいなのを、これからこのソーシャルメディア TV でも、一つ一つご紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、この中にですね、レビュー機能というのが隠れてるんですね。はい、ではちょっと見てみましょう。このレビュー機能なんですが、これをクリックしますと、はい、こんなページになります。これまで皆さんが訪れたことのある場所ですよね。はい、で、皆さんどこそこに行きましたって言ったときに、そこの場所をタグ付けすることありませんか？記事を書いて、どこそこにいましたっていうところでタグ付けしてい、きますよね。タグ付けするときは Facebook の中に、その場所とかお店とかが、Facebook のページにあることっていうのが前提にはなるんですけども、その場合に、お店のタグ付け、場所のタグ付けをすると、こんな感じでね、例えばこちらスターバックス、オーストラリアのゴールドコーストにあるスターバックスなんですけども、ここに行ったんですね。ちょっと見てみますよ。はい。これ2週間ぐらい前だったと思うんですけども、まあ、スターバックスね、世界中いろんなところにありますけども、ゴールドコーストの、街の中心地にもスターバックスがあるんですね。はい。それで、私このスターバックスに行った時に、とっても素敵なサービスを受けたんですね。まあ、スターバックスって、まあ、感じのいい店員さん多いですけども、特にこの日はとっても素敵な日本の女性がゴールドコーストで働いていらっしゃったんですね。それでこのスターバックスの、お店のことについてレビューを書くことができるというページなんですね。はい、ちょっとじゃあこれどんなふうに私が書いたかって読んでみますね。文字が小さいですから、ちょっと私が読み上げていきます。ちょっと文字までね、潰れちゃってそちらの方にご覧いただけないかもしれないんですけども、はい、こんな風に書きました。2015年7月20日の晩に、ジャパニーズミートアップという交流会がカビラアビニューのスターバックスであったのですが、スタバのスタッフにとってもフレンドリーで笑顔の素敵な日本人女性がいらっしゃいました。コーヒーを丁寧に入れてくださり、一人一人のお名前を心を込めて呼んでくださるのですが、世界中どこのスタバより素敵なスタッフさんでした。お名前を伺うのを忘れてしまって残念。笑顔の素敵な大和なでしこさん、サーファーズパラダイスで頑張ってくださいねって書きました。それで、まあ、オーストラリアにあるお店なので、日本語だけではなくて、英語でも同じようにレビューを書きました。同じレビューの中に、日本語と英語と2つ書いたってことですね。英語ではこんな風に書きました。はい。When I was visiting Starbucks, Cavill Avenue, 20th July, 2011,Around 8 p.m., there was one fantastic Japanese female person working. Her beautiful smile and very friendly customer service was excellent. Thank you. I will visit again. というふうに書きました。はい。これ、どんな効果があるかというと、まず一つ、このスターバックスのお店にとって、いい評価っていうことになりますよね。それから、こちらでお仕事をされているスターバックスの店員さんを、まあ、本当に良かったよっていうふうに評価をさせていただいているので、この店員さんにとってもね、メリットがあると思うんですね。それからあとは、Facebook の中で、まあ、お店を探している人がいたときに、このお店はどんな雰囲気なのかなとかね、
そういうのを探すときに皆さんも過去に行かれた方とか利用された方のレビューって参考になさることが多いかなと思うんですけども、まあ、こういったレビューを見てね、ああ、なるほど、ここだったら行ってみたいなとか思ったりするような、きっかけになったりとかすると思うんですよね。それで、まあ、今回私は本当にすごくサービスが良かったし、とても感じが良くて素敵な人だったので、このように Facebook のレビューという形で上げました。これ、使い方によっては、こんな風にお店にもメリットがあるし、これからその場所に訪れる人にとっても参考になるレビューを書くことができますよね。ですから、そういうふうに本当のことを、本当に感じたことを、投稿してあげるっていうのはとてもいいことだと思うんですね。それで、ひとたび日本の方では、まあ、インターネットを使った、いわゆるステルスマーケティングというのがね、すごく問題になったことがありますよね。例えば、どこそこの、飲食店さんの、レビューを、まあ、広告の、契約をね、引き受けて、そのお店を担当している人がお客様を装っていいレビューを書くっていうことなんかですごく問題になったことがありますよね。はい。まあ、そんな使い方もね、しようと思ったらもちろんできてしまうかと思うんですけども、それではね、残念ですよね。ですから、ぜひ皆さん、この、レビュー機能ですね、これ本当に、心を込めて書いてあげる真実のレビューというのは、きっと、ちゃんと伝わると思うんですよね。はい。ですから、このレビュー機能、ぜひ皆さん上手に使って、お店とか、皆さんが訪れた場所とか、そういったところをね、評価してあげてほしいなって思います。あれ、ちょっと今日も画面が変わってないですかね。なんかこのところ、画面が不調なんですけれども、どうでしょうか。これで、いってるかな？あ、来てるかな？大丈夫そうですね。はい。じゃあもう一回カーソル周辺にしましょう。はい。これレビュー機能ですね。はい。じゃあレビュー機能もう一度復習してみたいと思います。まず自分のページに行きます。で、どこにあるかというとね。はい。ここですね。はい。その他のところを開けていただくと、このその他の中にね、あまり普段使わないものが出てきています。まあ、動画は使えますけども、私の場合ね。あと、いいね機能、それからノート。ノートもね、これね、一回きちんと、特集したいと思ってるんですけど、Facebook の中でいうところの、まあ、ブログ機能みたいなものなんですけどもね、これも使い方によってはとてもいいものなので、また改めて、このノート機能について解説していきたいと思っています。それからスポットですね。これ訪れた場所とかですよね。それからグループでしょ。本、イベント、レビュー、インスタグラム。ね。こんな風にあるんですけど、このセクションを管理することができますけども、この中である、このイベント機能ですね。はい。これをクリックしていただくと、これまで、あ、イベントじゃなかった。間違えちゃった。レビューでした。レビュー機能ですね。はい。レビュー機能。これをクリックすると、今まで皆さんが、ご自分の投稿にタグ付けをした場所やお店が出てくるんですね。はい。で、場所をタグ付けしたということは、そこに行ったよっていうことを残しておきたかったりとか、他の方に知らせたいということでタグ付けすることほとんどだと思うんですよね。はい。ですから、私もちょっと今までどんなものを書いたのかなっていうふうに見てみたんですけれども、良かった評価の時には、やっぱり、良かったよって評価している、んですね。あと、良かったけど書き忘れちゃってるものとかもあるので、後でここレビューを追加して書いていきたいなというふうに思います。これをすることによって、本当に自分がね、良かった体験っていうのを、シェアすることができるし、それを見て、そのお店とか、これから行く方のためにね、参考になるような、そんなレビューが残せたらいいなと思ってます。はい。それから、私はですね、どちらかというと多分うるさい客に入る類だと思うんですね。どういうことかというと、本当にいいサービスを受けたときは、すごく良かったよっていうふうに、アンケートとか、こうしたレビューなんかを書く方なんです。本もそうですしね。場所とか、レストランとかホテルもそうなんです。でも、逆に、ちょっとこれはどうなんだろうっていうね、サービスを受けた場合には、どんなふうにするかっていうと、こんな SNS のようにみんなにこうね、目に触れるところに、辛辣にその場所とか、お店とかの悪口を徹底的に書くっていうことはしないんですね。はい。ただし、本当にこれは、
サービスとしてはすごく残念だなというようなことがあった場合には、直接そのお店とか、施設とか、そういうところにメールを書いたりしますね。これまであったのは、成田空港のある施設とか、あとはホテルもありましたね、一つね。それから航空会社のサービスが、機内のサービスがちょっと明らかに、ちょっとこれはどうだろうと思うところがあったんですね。で、そういったもののクレームというよりはね、こんな実際体験をして、ここがすごく残念でした、ということを書きます。で、こうしたメールを直接書くのは、なぜかというと、成田空港もそうだしね、成田空港のとある施設もそうですし、それから自分が泊まったホテルとか、利用したエアラインもそうなんですけども、自分が普段ね、お金を出して使っている、利用させてもらっている施設だからこそ、ね、何でしょうね、愛着もあるし、またぜひ利用したいなって気持ちもある。でも、そういう人的サービスで残念なことがあると、これは、その企業にとっても残念だな。こういうふうに改善したらもっともっと良くなるのになっていう思いを込めて、カスタマーサービスにメールを出したりすることありますね。自分がこのソーシャルで仕事をするのにあたってですね、やらないようにしていることは、誰もがアクセスできて、誰もがこう見れるソーシャルメディア上で、その特定の人物とか特定の場所や施設を、何でしょうね、地祭りにするとかね、そういうのはやらないですね。まあ、それをするとどんなふうなことがあるかというと、悪意を込めてね、書いたものっていうのは必ずその悪意のブーメランになって戻ってくるって思ってるんですね。はい。ですから皆さんにこうね、全員の誰でもアクセスできるところにそう晒し物をしなくても、ね、直接、愛を込めて、ね、企業さんなり、施設なりに直接メールを送るということは、やっています。で、大概、きちんとした企業さんは、その後、きちんとしたお返事をくださいますよね。それで、実際に本当にその部分に対して改善を、してくださったらとても嬉しいしね。それが参考になって、よりね、良いサービスにつながったら、きっとまたね、私も喜んで、施設とかね、サービスを利用させてほしいなって思ったりとかします。はい。そんな意味では、この、Facebook のレビュー機能ですね。はい。ぜひ皆さんも上手に使って、このレビューお役立ていただきたいと思っています。私は、これ今、スポットで、タグ付けをしたところが、今、今日時点で23個あるんですけども、これからはね、もっともっと自分が訪れたところ、大好きな場所などを、このレビューに書いて、本当に自分が感じたことをね、お伝えできる一つの、ページにしていきたいなと思っています。で、このレビューですけど、スポットの他に、本なんかもね、レビューとして評価ができるんですね。私も、Amazon で本を買った時なんかは、Amazon の本で本当に良かったものに関しては、実名で自分の名前を挙げて、そのレビュー、書いたりするんですね。それで、私自身も、自分が4月、去年の4月に、Amazon から電子書籍を出版したときに、本当に心のこもったレビューをつけていただいたんですが、それが本当に嬉しかったですね。あと、本当にそのご感想の中に良かったって書いてくださっていることプラス、次回はこんな感じのテーマを扱ってもらったらよかったですとか、ね、もう少しこの辺のものに関して、細かく触れて広げていただいたらもっとよかったですみたいなサジェッションなんかもいただいたんですね。これは本当に、こう著者とかね、こちら発信する側にとってみたら本当に参考になるんですよね。はい。ただただ褒めるだけではなく、何かもっとこうしたらもっと良くなるよというような、そんなアドバイスが込められているレビューっていうのはね、本当に嬉しいですよね。ですから、私もそんなことができるような、ソーシャルメディアをね、の使い方をやっていきたいなと思っています。はい。さて、このソーシャルメディア TV ですけれども、毎日、日本時間の21時から、ね、SNS の様々な、スキルですとか、それから、対談番組ですね。世界中どこにでもインターネットをつないで、皆さんと対談する対談番組、ね、それから、モチベーションに関するですね、お話とか、まあ、いろいろな、テーマで毎日配信をしています。このソーシャルメディア TV では、皆さんにこうして視聴していただくだけではなくて、
皆さんに参加していただける視聴者参加型番組として配信していますので、ぜひ皆様のご出演もお待ちしております。はい、では今日ね、ご紹介しましたレビュー機能ね、意外とね、 Facebook ってね、隠しボタンすごく多いんですよね。はい、で仕様もどんどん変わっていってますね。皆さんが気がつかないうちに新しいボタンが増えてたりとか、それから今までの機能がなくなっているっていうこともすごくよくあることなんですけども、どん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 新しいボタンを探していくっていうのも結構楽しみの一つだったりとかしますよね。はい、今日はお店や場所の評価ができるレビュー機能についてお話ししました。それではまた明日も日本時間21時に、お目にかかりたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。